はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日はまたまた大きな変更点、これは知っておかないと皆さん困ります。今年の確定申告も該当します。しっかり動画で一緒に学んでいきましょう。私はオンラインサロンの運営とその他いろいろ SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。どれも概要欄から飛べるようになっておりますので、一度チェックしてみてください。それでは早速、本日知っておかないとみんな困るよということで、こちらのテーマでお送りします。はい、大きな変更点、令和7年の1月から廃止になります。本日の内容です。確定申告書も該当しますので、皆さんしっかり押さえましょう。廃止になります。何がと言いますと、収受日付印が廃止になります。こちら令和7年の1月からスタートしますので、しっかり皆さん押さえてください。まず収受印って何ですかと思う方多いと思うので、何なのか解説をします。次に、この収受印が必要な重要なケース紹介します。そしてこちらが廃止される理由と概要について、そして最後、これが廃止された場合、今後どのような対策をすればいいのか、動画の最後で大事なポイントをお話ししてますので、ぜひ最後までご覧になってください。チャンネル登録もお待ちしております。はい、それでは収受印とは何かについて、こちらは収受印と言ったり収受日付印というような言い方をします。こちら少し専門用語で聞いたことないようなワードなんですけど、イコールつまり受付印というふうに思っていただいて構いません。こちら税務署が押すものになります。窓口に税務署に確定申告書や届け出申請書を持っていくと押してくれるものです。おそらく皆さんも一度は見たことがあるはずです。これに何が押してあるのかと言いますと、税務署名と提出した年月日を押してくれます。郵便局に手紙を持っていくとですね、押してくれるじゃないですか。あれと同じようなイメージ持っていただけるといいと思います。で、こちらの受付印なんですけど、書類を提出したという大事な証拠になります。また期限内に必要な届出や申請を提出できているかどうかの証拠にもなるため、この日付というのは非常に重要なポイントなんです。私たち税理士もこの日付印、受付印は非常に重要視をしておりまして、この提出した証拠となるため非常に重要視をしております。そしてこちらの受付印、確定申告ではなくて、その他様々な書類にも押されます。例えば開業届のような届け出書、またもう一つが申請書、これは青色の承認申請書だったり、重要な書類すべてにおいてこの受付印を税務署で押してもらえていたはずです。具体的にどういったものなのか図で見てみましょう。これを見ると皆さん、あ、これのことねと思った方も多いと思います。皆さんの提出している申告書など見ていただくと、こういった青いもので税務署名と年月日が記載したものを受付印として押してもらっているはずです。これが実は廃止になるんです。とは言っても、この受付印がある書類がどうして必要なのか、ないものでも別にいいんじゃないか、そんな声が聞こえてきますが、どこでこういったものを求められるのか、必要なケースを次のスライドから解説します。はい、というわけで受付印、収受印が必要なケースです。まず1つ目、金融機関からの融資や助成金補助金の時に提出してくださいという重要な書類になります。この3つ、皆さんにとっても大きなポイントになってくるかと思います。金融機関の融資の時に必要な書類がないというふうになると困りますよね。これどうして金融機関の融資や助成金補助金で必要な書類となるのかと言いますと、例えば開業届を出してくださいと言われた場合、開業届というものは開業している証拠になります。架空のビジネスをしているというわけじゃない大事な証拠となるので、受付印を押してある開業届が必要、また金融機関等から求められていたわけです。次に確定申告書、融資を受ける際にはですね、過去3年分の確定申告書を提出してくださいとリクエストされることが多いかと思います。これはどうしてかと言いますと、確定申告書というのはあなたのビジネスの売上や利益、使った経費、大事な数字が全て載っています。所得金額の確認をするためです。人にお金を貸すときにですね、売上がいくらあるのか、返せる見込みがあるのか見るのは当たり前のことです。そういった面で確定申告が必要な書類に含まれているわけです。またこれらの書類をきちんと出しているのか、ルールに従って出しているのかという面も見られます。ルールや提出期限を守れる方なのか、守っているのかという判断基準になります。金融機関がお金を貸すとなりますので、こういったルールを知っている方なのか、きちんとしている方なのか、ルーズじゃないのかと
というような判断基準にもなりますので、しっかりとこういったもの提出が求められた場合には、やはりこういった収入印が押してある書類を求められてきたわけです。じゃあどうしてこの印鑑受付印を押しているものじゃないとダメなのかと言いますと、こちらが理由になります。どうしてこの受付印がある開業届や確定申告じゃないといけないのか、その理由は複製や数字の捏造を防止するためです。開業届を出していないのに、この受付印がないのに開業届を作るだけ作ることができますので、これで架空の本当は開業届税務署に出してないのに出したことにしようというようなことを防ぐためです。また金融機関からの融資の金額をなるべく大きく出してもらいたいという希望がある方がいるためにですね、税務署に提出した確定申告書の数字と違う確定申告書を提出する、そのような捏造を防ぐことにもなります。どの確定申告書を税務署に出したのかという大事な証拠になりますので、なかなかここは厳しいというふうに思ってください。皆さんの中にもですね、悪意はなくても確定申告書を1回提出してその後またミスが見つかってとか、修正してもう1回出し直した、どっちの確定申告書が正しいんだっけ、そういったパターンも考えられます。そういったものを防ぐためにも、いつ提出したものが分かる証拠としてなるために、こういった受付印や提出年月日が証拠となるわけです。ではどうしてこんな大事な受付印が廃止になるのか、その背景と理由について次のスライドで解説します。廃止の理由です。まず一つ目、デジタル化です。昨今このデジタル化、国も挙げてまた公的機関も含めて非常に力を入れております。利便性の向上のため、これは私たちにとっても利便性は上がります。電子ですることで窓口までね、足を運んだり税務署にいちいち行って並んだり順番を取ったり予約をしたりという必要がなくなりますので、利便性は向上するかと思います。また事務処理の電子化によって効率化を図るというような理由もあります。やはりですね、窓口でこうやった受付印を押して確認をしているよりもですね、デジタル上で申請書や届出書をもらった方が事務処理は効率化するというわけです。もう一つの理由がこちら、 e-tax の利用率が上昇しているからです。この e-tax の利用は今後も利用が拡大傾向にあります。そのため e-tax で出していれば自動的にいつ出したのかという証拠がつくため、この受付で受付印を税務署が押さなくてもいいんじゃないかというのが理由になります。 e-tax の利用率が上昇すると、書面で出す方も減少してきます。紙での提出が減少する傾向にあるというのも廃止の理由です。こちら2つが大きな理由となっています。では年明けから廃止される、私たちはどのように対策をすればいいのか、重要なポイントこの後続いていきますので、動画ぜひ最後まで見てください。では今後の対策方法についてです。令和7年の1月から押印が廃止となります。ではどうすればいいのか、答えは一つ、電子申告を利用するということです。こちらの電子申告を利用すると何がいいのかと言いますと、メッセージボックスに受信通知が必ず届きます。この受信通知が確実な証拠になります。そしてこの受信通知なくすことはありません。必ずメッセージボックスに入っています。書類で提出して開業届や確定申告書を受付券もらったとしてもですね、その用紙を紛失したなくしたとなると本末転倒です。それよりも確実になくならない電子申告を利用すると、メッセージボックスに絶対経歴が残っているので、受信通知を引っ張り出して証拠として使うことができるのでおすすめです。また確定申告書のみならず、開業届など、青色申請など、届出書や申請書も電子で提出することをおすすめします。これはですね、受付員が廃止するがゆえに提出したしてないという、こういったトラブルを防止するためにも、私は個人的に絶対今後は電子申告でこういった書類も出してほしい、電子で提出してほしいなというふうに思っております。もちろん私たち税理士はこういったものはもう電子で提出しているんですけど、ご自分で提出する方、この YouTube 動画を見てる方っておそらく税理士を顧問につけていない、また自分で確定申告をしているっていうような個人事業主フリーランスが圧倒的に多いはずです。ということは皆さんがこれを知っておかないと自分の身を守る証拠が残らないということになりますので、お気をつけください。
はい、そしてもう一つ、電子で提出した方がいい理由です。こちら、アユロ申請に関しても、また消費税関連の届出書にしてもですね、重要な書類になります。アユロ申請の届出が出していなかった、認められなかったという場合には、自分が痛い目を見ます。また、消費税の申告に関してもですね、インボイスの届出書や、どの計算方法で計算するのか、簡易課税で計算方法を選択する方というのは、必ず税務署に申請届出が必要になります。そういったあたりの大事な書類が絡んできます。そして、これらの大事な書類、皆さんの税額が変わってくる重要な書類となります。ですので、後から出した出してないのトラブルに巻き込まれないように、またこういった受付員が廃止の流れを踏まえて電子で提出することを強くお勧めします。実はこのトラブル、インボイス制度でもあったんです。インボイス制度がスタートして、インボイス番号を取ろうと届け出を出したんだけども、なかなか番号が来ないので税務署の方に問い合わせたところ、実は届いていませんでしたというようなトラブルが実際私の耳にも入ってきております。なんかおそらく何かしら送信の際に送信を押したつもりが押してなかったりとかですね、どこかでネットの具合が悪くなり、遅れてなかったというようなことだとは思うんですけど、この時にですね、しっかりこのメッセージボックスに受信通知などが残っているかどうか確認をしていたら、こういったトラブルに巻き込まれることはありません。ですので必ず皆さん、何かしら重要な届けで確定申告を出した際、受信通知メッセージボックスを確認するということを忘れないように、また義務化、強制的に見るようにしましょう。ではこの受信通知、どういったものか気になる方もいます。次のスライドで見せます。受信通知はこういったものです。ちょっとね、画像ぼやけているんですけど、ご自分の e-tax のね、ログイン、利用者識別番号と暗証番号を入れるとですね、メッセージボックスにログインすることができます。そちらに必ず送信したものすべての履歴が残っていて、そこをクリックすると受信通知というものが出てきます。この受信通知をもって提出の事実、どこの税務署に出したのか、どなたの書類を提出してあるのか、また提出年月日がしっかりと記載されています。これをもって証拠にできるわけです。ですので皆さん、メッセージボックスは必ず確認するようにしましょう。大事な書類の申請が漏れていたり、エラーが出ていて遅れていなかったということを防ぐことができます。では次に、年明けから受付員が廃止になるんですけど、 Q&A が皆さんあると思うんですよ。こういった場合どうなるんですかというような Q&A、 次のスライドでまとめましたので、皆さんしっかりとチェックしてください。はい、こちら Q&A です。まず1つ目、当面の対応についてどうなんですかということです。いきなり年明けからね、廃止となっても、なかなか浸透していなかったり、知らないという方もまだまだいらっしゃると思います。そのため税務署は当面の間、希望者に日付や税務署名を記載した用紙を配布するというようなお知らせをしております。でもこちら当面の間ですので、お気をつけください。いつまでもしてくれるわけじゃありません。また希望者のみとなりますので、言わなければもちろん廃止のルールで進んでいきます。希望者のみなので、こういった情報をやっぱ知っておくというのは重要なポイントです。では次の9、郵送の場合の対応について当面どうしてくれるんですかということなんですけど、郵送の場合、返信用封筒と確定申告書の控えをきちんと同封されている方、またですね、返信用封筒、皆さんこれ切って貼りがちなんですけど、これは自分の負担になりますので、切ってしっかりと貼って出してください。こういったきちんと書類が揃っている方のみに限って、当面の間は日付と税務署名を記載した用紙を同封して返送してくださるそうです。このあたり少し柔軟で対応してくれてますが、同じく当面の間の対応になりますので、お気をつけください。また、希望者ときちんと郵送のルールにのっとっている方になりますので、お気をつけください。次の9です。金融機関や行政機関等から収受印の控えを提出、要望された場合はどうすればいいですか？先ほどですね、金融機関の借り入れや補助金や助成金に関しては、この受付員がついた開業届や確定申告書を提出求められるという説明したんですけども、この令和7年の1月からどうなるんですか、出してくださいと言われた時はどのように対応すればいいんですかという疑問、皆さんも出てくるはずです。こちらの答えは、令和7年の1月以降はですね、この受付員の押印された申告書等の控えを金融機関や行政機関からは控えは求めないですよというのが基本ルールに変更になるそうです。
そのためもし求められた場合には国税庁や国の方がその機関に説明にしに行くとまで記載がありました。そしてもうすでに前もって国税局からこういった公的機関に説明とお願いをしているそうです。こういった主従員が廃止になるので、こういった提出は要望しないようにしてくださいという説明とお願い、またですね、おそらくチラシやパンフレットなどが届いているんじゃないかと個人的に私は予測をしています。以上を踏まえるとしばらくの間はなんとか対応してくれるというようなイメージあるんですけども、やっぱり希望者のみとかですね、きちんとルールを守っている方のみになりますので、受付員は令和7年の1月からもう廃止となりますので、皆さんご注意ください。ですので先ほどから言っているように、なるべく電子申告、また e-tax を利用するようにしましょう。こちらで提出すると確実な証拠を自分の方でメッセージボックスに保管しておくことができます。そして先ほど言っているように、提出したしてないのトラブルが勃発してくると私は個人的に予測しております。皆さんにとって大事な書類、また税金の金額が変わったり自分が損したりする、こんなはずじゃなかったということを招く要因となるものですので、しっかりと自衛するようにしてください。自分の身は自分で守る、これがですね、賢い経営者、またフリーランスになります。特に税理士を顧問につけてない方、こういった情報が届かない、知らないっていう方が非常に多いです。また税理士が電子申告してくれているっていうわけではなく、自分でやっぱ受付に持ってっている、まだまだ書類で出してるって方も一部いらっしゃると思いますので、本日の内容をしっかりと押さえて今後どうしていけばいいのか自分なりに考えておくことを強くお勧めします。はい、次関連動画です。税務署に提出した書類を確認する方法が実はあるんです。この開示請求について実は私過去の動画で解説をしております。もし万が一の時に知っておくといい情報となりますので、本日の内容と関連が高い動画になりますので、ぜひ見ることをお勧めします。またもう一つ、制度の改正ということで、令和6年の10月から社会保険の制度変更が入っております。こちらもですね、制度変更に関する大事な動画となっておりますので、ぜひ個人事業主、フリーランスの方、経営者の方は見ておくこと、本日の動画とともにお勧めします。はい、私は税理士川南のオンラインサロンを運営しております。 Facebook の非公開グループで運営しています。こちらオンライン上に税理士を味方につけるということで、顧問料金より圧倒的に安い価格で税理士を味方につけることができます。メリットが4つあります。まず1つ目、税理士に質問と相談ができるという点です。2つ目のメリット、全員メンバー、起業家、経営者ばかりですので情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目、最新記事のインプット、私が経理や税金、SNS の裏側など表には出してないサロンメンバーだけのみに投稿している記事があります。こちらの記事の購読権利がついております。過去記事も全て読めますので、ぜひご検討ください。そして4つ目の特典は、サロンメンバーのみ定期的にズームサロンを開催しております。ズーム上で私に直接質問相談をしたり、またメンバーに質問や相談、またこういったケースあったよということを共有できるということで非常に好評です。また今年は初めてオンラインサロンをスタートして、オフ会を11月に京都で予定をしております。オンラインサロンについて詳細は URL にいつも貼ってありますので、興味ある方はぜひ一度覗いてみてください。参加お待ちしております。その他 SNS もいろいろやっておりますので、ぜひチェックの方、またフォローの方お待ちしております。 YouTube のチャンネル登録、また感想やコメント、高評価もよろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画もめちゃくちゃ大事なお話させていただきました。このように私の YouTube チャンネルでは個人事業主、フリーランスに役立つ動画を定期的に上げていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。本日も大事なお話でした。いつも最後まで見てくださってる方ありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。